こんにちは、大阪サンスポの斉藤です。青田です。はい、今日は、日曜日に阪神競馬場で行われます、ローズステークスの、展望を、していきたいと思います。はい、まずは、G1 馬、2歳以上のダノンファンタジーですね。こちらオークス以来となるんですけれども、8月の中旬ぐらいに起牛して、まあ、そこからじっくりと時間をかけて、調整されてきて、まあ、この馬はもともとね、やっぱりその気象面、ちょっと前向きな面があって、まあ、その点を考慮しながら、の調整を丁寧にされてきたんですけれども、うん、やっぱり先週今週と見ても今日の追い切りでもやっぱりね、時折こうね、頭をこう上げるような仕草を見せて、やっぱり若干ね、行きたがる素振りはね、変わらず見せてるんですけれども、まあ、それでもまあ陣営の話も含めて、レースに行くとまあしっかり折り合ってくれると話していますし、まあ、前走のオークスでもね、2400m でも我慢を聞いていたんで、まあ、その点はこう、うん、今回 1800m に距離短縮されるんで、うん、まあそうですね、レースに行って、しっかり春の通りに競馬ができれば、まあ、そこまで引っかかるようなことはないのかなと思いますね。で、馬体面に関しては、うん、だいぶ緩さがあったのが芯が通ってしっかりしてきたというようにおっしゃってましたし、まあ、その点では成長はしているのかなと思いますね。まあ、条件は良くなりますし、実績考えても、まあ、ここは無様な競馬はできないのかなとは思いますね。ちょっとね、やっぱり追い切り見ると頭を上げるというかね、うん、激しい部分ではどうしても気になるところではありますけど、うん、はい、レース行くとそんなことないタイプですもんね。うん、そうですね、まあまあその全身規制がもともと強い馬っていうのが、まあ、それが良さでもあり危うさでもあるとは思うんですけど、まあまあ、うん、そこはね、正直レース行ってみないと久々でちょっとね、気負ったりする面があるかもしれないですけど、まあ、今日のね、追い切り見てるとそういう面もあったんで、うん、その点は、まあ、若干不安な点もあり、うん、まあ、うん、折り合ってくれるかなっていう面もありっていうところでね、まあ、難しい感じではありますね。人気はね、間違いなく背負うでしょうし、うん、そうですね、能力的にもね、うん、まあまあ普通に力出し切れれば、そうですね、まあ、ノーマなんでしょうけどね、はい、そうですね、難しいところはがどう出るかっていうところですね、はい、はい、次、実績的にはシゲルピンクダイヤですか。そうですね、はい、オークス12着と、負けてしまったんですけれども、まあなんかね、オークス前いろいろレース直前も含めてあったということで、まあ、やっぱりちょっとね、この馬に関しても気難しい面がどうしてもあるので、ちょっとね、使いてきてですね、やっぱりちょっとキリキリしてたというのが陣営の話で、あとはね、ゲート入りの際にね、ちょっとオークスのゲート入りですね、ちょっとその渋った時に、まあ、発送員の方に、ステッキでちょっと、促された時にちょっとこう、気分が高まってですね、自分で自分の足を蹴ってしまったと、で外傷を負ってしまったということがゲート入りの際にもあったそうなので、まあ、渡辺調教師の言葉を借りるなら、ちょっとレース前に、終わってしまってたと、不完全燃焼だったということなので、まあ、距離面もね、もちろんあるとは思うんですけれども、まあ、ちょっとね、力を出し切れる状況ではなかったのかなということを考えれば、オックスの12着っていうのは度外視していいんじゃないかな。それよりもまあ阪神の舞台に変わりますし、桜花賞2着、そこから一半延長ということを考えれば、そちらの方を見直す手がいいのかなという感じですね。そうですね。で、うん、ね、調整面に関してもね、春はこう足元を考慮しながら、販路でこうね、やっぱ、うん、揃ってやってる面があったんですけど、まあ、この中間、ここ2週、先週、今週とね、シールコースで、しっかりとできている点っていうのは、まあ、好材料だと思いますし、まあ、能力だけはね、すごいんで、まあ、そのね、しっかり稽古ができれば、さらに上のパフォーマンスっていうのを見せられてもいいかなと思いますね。そうですね。こちらは、まあね、レースまでこれもどうなるかわからないタイプであるんですけれども、まあ、水曜日の追い切り時点まではすごく落ち着きがあるというのも、好材料じゃないかなと思いますので、週末ね、まあ、こればっかりはね、レース直前にならないとわからないタイプの一頭ではあるんですけれども、このままいってほしいなという感触ですね。はい、その次、難しいですけど、うん、オークスでね、最先着、今回のメンバーでは行く通りですね。そうですね、はい、この馬はね、お母さんのブラックエンブレム同様に、まあ、関東馬なんですけれども、ローズステークスの前から、このレースの前から立東トレセンで、滞在して調整してるんですけれども、
うん、まあやっぱりね、血統的にそういうちょっと環境が変わったりすると海馬食いが細くなったりとか、そういう面はもともとあるそうなんですけど、なんか立冬が合ってるのがこっちに来てすごくよく食べてるようで、体調に関してはすごくいいってこう担当の世話されてる方もおっしゃってましたし、うん、そういう面はすごく良さそうですね。まあうん、ただ次の中華賞までを見据えての滞在っていうところなんで、まあ、ここが明治っていう感じではまだなさそうなんで、まあ、その点次を見据えつつの、仕上げ、ちょっと若干余裕を持たせた仕上げだと思うんでね、まあ、その点がこう久々の実戦で、うん、どうかなっていう感じですね。お母さんも1回使って本番でガラッと変わったんで、まあ、その点が、うん、今回どこまで走れるかっていうとこがポイントだと思います、はい。その他はどうですか、上がり馬ですかね。そうですね、うん、アルティマリガーレあたりもなんですが、僕ちょっと気になるのは、まあ、血統的にはね、ジェンティルドンナの子供のモアナ・アネラですかね、うん、はい。そのね、さっきそのウィクトリアのところで話があったように、まあ賞金をね加算してる馬っていうのはどうしても本番初夏賞見据えてっていう一戦だと思うんですけども、逆にあのトライアルレースという観点ではね、どうしてもここで、本番の切符を取りたいという馬、もうちょっとね狙ってみたいというか気になるところかなという中では、このマナエアネラ、2勝馬ですので、どうなんですかね、2勝だと抽選、まあ、本番は ね、うん、まあ、抽選になるでしょうね、もしかしたら、ね、抽選にもならないとかなることもあり得るのかなと思うと、ね、今回でいくと3着まで、うん、そうですね、3着までの優先出走権というのをね、取りにどうしても是が非でも掴みたいとなのかなというところではね、ちょっと注目したいですし、まあね、お母さんのジェンティルドーナー自体はこのレースね、まあ、立場は違うというか、ここを勝ってね、牝馬三冠につなげたというレースですので、そういうところで、ちょっと注目したいなと思いますね。お父さん何かと一頭ほど挙げるならなんでしょうか。まあ、そのさっきね、上がった上がり馬のアルティマリガーレは、これはあれですね、あのまだ4戦3勝とね、成績見てもそこを見せてないんですけれども、うん、そうですね、まだまだこの馬成長途上というか、うん、まだ能力だけで走ってるっていうような感じなんですけれども、まあ、それでいてこのパフォーマンスなんで、まあ、体がしっかりすれば、うん、なかなか相当走るんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、今回ねポイントは距離1008になるところだと思うんですけれども、ね、お母さんアルティマトゥーレ、あとはねボケの兄弟とか見てもやっぱりね、こう血統的には 1400m より短いあたりが適正なんですけど、まあ、この馬に関してはね、前走も1600で勝ってますし、レースぶり見ても普通に見ると一波の伸びても全く問題なさそうなレースしてるんで、まあ、お父さんハービンジャーで違う方に出てるのかなっていう感じも受けますけれども、まあ、あとはその血統面で本質的にね、そこが答えないかっていう部分だと思いますね。具合はすごく良さそうなんで、まあ、ここを十分権利取る一角崩しがあってもいいかなと思いますね。はい、ではまた週末予想に、はい、もう少し考えたいなと思います。はい、以上です。はい、ありがとうございます。